1951年、岸田秀人は、日本の建築学者、建築家、戦前から戦後にかけて、建築分野の造形衣装設計方面の権威であった。東京帝国大学工学部建築学科卒業後は、大学に残り非常勤講師を務める傍ら、東京帝国大学大講堂、道理学部一号館などの設計に携わり、内田昭造と共に、 関東大震災で被災した東京帝国大学のキャンパス復興に尽力した。東京大学建築学科では、建築衣装設計教育に長く関わり、岸田研究室には、丹下健造、前川国を、立原道造、浜口隆一、浅田隆志らが在籍し育っていったほか、前川や丹下らをバックアップし育てた。安田高堂福岡市に、士族、 裁判所初期、岸田実の次男として生まれる出身。東京府立三中、一高理科高類を経て、1922年に、東京帝国大学工学部建築学科卒業。卒業後は、母校で非常勤講師。震災の翌年1924年に、同期の神原茂らと共に、羅藤という表現派グループを結成し、復興総案展に出展を行った。 この年には、学士会館や、震災記念建造物のコンペティションに参加し、いずれも、加作入選。1925年東京帝国大学工学部助教授就任。同年12月中旬から1926年11月までの約1年間、初めての海外視察。1929年学位論文、欧州近代建築士論を発表。工学博士。 東大教授に就任。1930年代には、多摩帝国美術学校でも建築士を教えていた。1936年日本工作文化連盟に参加。岸田秀と上、下官編集委員会編相模処防1972によると1939年には、千葉県市川市に自邸を設計しかまえる。昭和20年代から30年代にかけては、 式場リューザブローラと共に、地域文化活動としての指導的役割も果たし、趣味も、写真、ゴルフ、麻雀、玉突き、囲碁など多彩であり、またつりをも好み、地元市川の町友会に参加もしていた。趣味の写真は、過去の構成、現代の構成、熱解析で自前所有のライカを用いて自ら、撮影した写真でまとめられており、その建築館や、 美意識を伺い知ることができるようになっている。また多くの著作は、様々な新聞や雑誌媒体に寄稿した建築に関する随筆で、後に、これらを、イラカ、悪窓、扉、縁というタイトルにて、随筆集にしてまとめられたものである。1947年から翌年まで、日本建築学会会長。百四十八年日本、学術会議会員選出。 1950年に1949年度日本芸術院賞受賞。倉吉市庁舎で1957年度日本建築学会賞。東京オリンピック施設で1964年度日本建築学会特別賞を、それぞれ受賞。このほか文化財専門審議会、第二文化会専門委員。1949年、1960年東京大学教授を。 定年退職。主な作品に、東京大学内の施設としては大行動を筆頭に、医学部附属病院時便行整形外科病室、同外来患者夜間診療所、航空研究所本館などが挙げられる。他には、衆議院議長公邸、参議院議長公邸、西本願寺津村別院、湯河原カントリークラブクラブハウス、西風寺本堂、高知県庁舎などがある。 岸田は実作や作成図面が少ないが、日本アルプス製学山小屋など数作の計画図面も残されている。教え子、丹下健造との共作、倉吉市役所長者は、ワルター・グロピウスから歴史に残る名建築と絶賛される。金沢工業大学建築アーカイブズ研究所に岸田秀と資料が贈されている。ありがとうございます。